お前たちはケロちゃん軍だ。まずはどっちの様子がおもろいか、にゃー、ね、多数の方がお笑い IQ が高いということです。はい、それでは参りましょう。最初のお題こちら。父の引き出しの中にあったらおもろいのは A セミの抜け殻、 B コロッケのサイン、せーの。というわけで多数派は B コロッケのサイン。次のお題こちら。巨人師匠の家にお邪魔して飾ってあったらおもろいのは完全に偽物の相田みつおの書、後ろポスター3枚、せーの。 B 後ろポスター。だいぶお笑い IQ低いですよ。だいぶ低いですよ。一人だけ、トーマスだけ。相方がめっちゃ嫌なこと言ってます。お前やっぱ低いんだ。マラソン大会の1位の商品としておもろいのは A シラス2匹、 B 甲子園の砂、最後はせーの。いやもうこれや。ということで B が多数なので B の方10ポイントゲット。どうだいな。めっちゃ笑ってる。どうだい、腕落ちてますよ。伊藤君ほぼイカニカンじゃないですかこれ。ほぼイカニカン。音で決める。冷めんねん、やりすぎて。やりすぎて。うさぎさんがめっちゃお笑い教えてくれるから。プラス問題やろ。プラス問題やろ。俺全問正解。やるやつ。定期テスト終わりの嫌なやつやん。期末テストとかの嫌なやつですよ。